はい、今回2024年5月中旬のトヨタの最新納期新型車の情報、新たにですねリコール情報が判明して、最新納期の前にリコール情報からで、4月17日のですね新型プリウスのリコール以来3週間後ですね、5月8日に新たなリコールが発生。ノアとボクシーですね、対象製造期間が今年の4月4日から9日前なんで、新型ですね、ほとんどのグレードが4月4日か8日前なんですけどね。リフレクター式全照灯の搭載車のリコールですね。方向指示器非常点検表示灯を操作した場合、正しく作動しない恐れがあって、修復内容の方は全車両プログラムを対策仕様に修正、全照灯のですね交換を実施。でダイハツの正モデルに関する進展として、まあ5月6日にコペンとタフトが生産再開で、進展としては5月27日にですねキャンパスの生産再開日が判明したぐらいで、ライズハビットロッキーハビットに関してはですねまだ出荷再開生産再開日が未定で、だから去年5月19日の不正以来ですね、もう来週日曜日でちょうど1年が経過して、まあ現行新型車として登場して2019年11月からですからね、もう今年で5年目、だからもう不正問題とかなかったですね。改良か毎日1回ぐらいですね挟んでいる可能性が高くて、ハビットに関しては2021年の11月からですけどね、まあそれでももう2年半ですね経過してきて。では最新納期として、ヤエスガソリン車11月中旬で、ハビットも11月中旬で、アクア標準車ラフィンでも8月中旬、コンパクトカー納期全体的に早めで、クロスポガソリン車8月下旬で、ハイットが1ヶ月遅れ9月下旬で、ルーミーオーダー再開していてですね、カスタムも7月下旬で、でセダンアクシオガソリン車9月上旬で、ハビットも9月上旬になって、現行カローラガソリン車7月中旬仙台をですね納期早くて、でハビットに関しては標準車は7月下旬アクティブスポーツ特別商社が4ヶ月遅れ11月下旬まあ末でも半年ぐらいの納期ですからね。でプリウスはまあ4月もですねリコールの関係で出荷停中、 PHEV2 リッターハビット 1.8 リッターハビットともですね ZGX ともにオーダーストップ中で、クラウンセダンハビットは金とのみ、燃料電池は8月上旬で、未来が7月上旬で、まあセダンタイプもですねまあ、プリウスはオーダーストップ中ですけどね、まあ、クラウンセダンのハビット以外ですね納期は比較的早めで、シエンタがですね5月9日に開業っていう話だったんですけどね、まあ、新型フリードの先行情報が公開されたこともあってか延長したみたいで、5月の下旬ですね、まあ、20日とか入れてますけどね、24日に出荷開始するみたいですね。で開業後、もう見積もりの方ですね開業後というようになってるんですけどね、開業後シエンタガソリン車7月上旬で、ハビットですね7月上旬、まあ、新型フィード6月下旬に登場するみたいなんで、6月7月以降の新車販売台数どちらの方が上うのか、でノアガソリン車ハビット車、ボクシーガソリン車ハビットしたともにですねオーダーストップ、まあ年末か来年の頭ぐらいですね改良実施するっていう話なんですけどね、まあその改良でのオーダーストップではないでしょうからね。でアルファードガソリン車ハビット車オーダーストップ、もう金との記載もなくなってですね、
ガソリン車、ハビット車等にオーダーストップ。で、グランエース、オーダーストップ、ハイエース、オーダーストップ。まあ、グランエースは生産終了っていう話もあって、ハイエースに関してはモデルチェンジのですね、情報がありますけどね。まあ、そういった関係か、不正問題で、一発のですね、トヨタ自動車機の不正問題でのオーダーストップではないっていう話なんですけどね。ライズガソリン車8月中旬で、ハビットはオーダーストップですね。まあ、出荷生産も再開日はですね未定で、ヤエスクロスガソリン車マイチェン5 11月下旬で、ハビットはですね11月下旬、カローラクロスガソリン車11月下旬で、ハビットは11月上旬、ラブ4は簡易納期が早くてガソリン車7月中旬で、ハビットは7月下旬、PHEV が9月上旬で、ハリアガソリン車、ハリアもですね納期早くて8月上旬で、ハビットも8月上旬で、プラグインハイットが9月中旬。去年あたりはですね、プラグインハイットがガソリンとハビットですね納期は全体的に早かったんですけどね、今年はプラグインハイットの方が納期が遅れてきていて、まあガソリン車とハビット車ですね全体的に納期早まったということもあると思うんですけどね。クランスポーツ、ハビット、来年4月で、プラグインハビット、来年1月、クランクロスオーバー、改良後 2.5 リッター、7月下旬で、クロスオーバーが納期早いですよね。2.4 リッターターボハビットが8月下旬。ランク70キロオーダーストップ、250キロオーダーストップっていう記載がないんですけどね。ガソリン車の方はまだ受注受付、知っているみたいですけどね。ディーゼルの方に関してオーダーストップっていう話もあって、で300系オーダーストップ、まあ納車待ちの人で250系ですね、まあ、半年か1年という話で、まあ、今契約して抽選通った方だったら2年近くですね納期がかかってくるっていう話もあって、ハイラックス全グレード8月中旬、BZ4X 7月中旬、スポーツコペン GR スポーツ最近ですね生産再開8月上旬で、 GIS マイチェン5オーダーストップ、まあ、半年か1年ぐらい、 GR8 億オーダーストップ、スープラ来年2月以降ですね、ステーションワゴンフィールダーガソリン車9月下旬、ハビット9月上旬で、ワゴンの方もですね新型現行型の方が納期早くてガソリン車7月中旬で、入った標準車7月下旬で、アクティブスポーツが特別商社ですね11月下旬4ヶ月遅れ、まあ5月に入ってもですね全体的に納期の方は順調で、まあ、半年前と比べたらですねオーダーストップの車種も減ってきて、ただミニバンのですねオーダーストップの車種が多めっていうのが気になりますけどね。あとシエンタが突然ですね発売日、改良発売日の延期をしたってこともあって、そこら辺はまあ気になりますけど、今回の改良後シエンタ結構ですね変更点が多いですからね。はい、今回2024年5月中旬のトヨタの最新納期、新型車の情報、リコール情報、ダイハツの専門店に関する進展について紹介しました。